はい、今現在午後の7時10分です。はい、あのドラッグストアの、7時過ぎると、夕方5時過ぎ、5時半過ぎからはね、惣菜弁当などは 20% 引きになるんですけども、この7時過ぎるとね、50% オフ、半額の、シール貼られる弁当とかあるんですよね。それではちょっとね、とりあえずドラッグストア AO 行ってみますかね。はい、それではね、車の中に入りました。エンジンかけてみましょう。よいしょ、あれこれかな。はい、エンジンオン、ライト。はい、今現在の時刻午後ね7時16分、7時15分過ぎました。とりあえずね、ほんじゃね、半額なっているかね、ドラッグストアへに行ってきます。はい、ドラッグストア A の到着しました。これじゃあ見てきますね。はい、店内見てきました。あのおろしハンバーグ惣菜一つと、ハムカツが一つと、あれか、カツ弁当が一つと、あと照り焼きチキン&白身フライ弁当が一つ、弁当類はあって、サンドイッチはこちらの卵とハムとツナみたいのがセットになってるやつが半額一つと、卵のサンドを一つ。今日はね、サンドイッチ二つの半額を買ってきました。このドラッグストアへのサンドイッチは初めて購入です。で、こっちはパンコーナーは普通の通常のお勤め品ですね。ちょっと気になったんでね、このずっしりとした小倉バタートーストってやつ。あとは自分大好きな通常の値段のこのチョコミントのアイスね。以上、こちらの商品です。こちらが半額です。はい。一応ね、こちらでドラッグストアね、夜7時以降の、値下げになった商品です。以上です。